時和津節中高の祖と歌われている、初代時和津文語大嬢の詩へ。没後に作成されたもの。戒名は、高徳院。左代はおり正う、古寺。母大寺は、代々の宗家家元文字太夫が眠る広昭雲寺。初代、歌川国明が。時和津文字太夫は、浄瑠璃の一つである、時和武節の宗家、家元の名跡。当代は十七聖家元。 九代目時和津文字大う時和津は古城瑠璃時代からの流れを汲み取り、初生家元、大阪道頓堀で最古の人形操りの芝居小屋を、興行した、大優、伊藤では城、二世家元をその弟子で世話者城瑠璃元祖とも言われる、分野の泣き節で好評を博した、二代目岡本分野、三世家元、を京都南座の前身、妻ま座を創立し、 近松門左衛門、初代、坂田東十郎徳見元六期の前世を迎えた、と越五条、四聖下元をその弟子で一中節を創始した、と太夫一中、五聖下元をその弟子の、宮古六文五条、そして、時和津を創始した、初代時和津文字太夫を六聖下元と数えている。歴代の家元文字太夫は、渋谷区広尾にある昭雲寺に祀られている。 初代文字太夫が語った、雲糸あぜさげんの題材となった、源の頼光四天皇の伝説が、浮世絵師の歌川国吉によって描かれたもの。源の頼光交換土雲妖怪図。初代文字太夫は、東海道の起点である江戸日本橋の干物町に今日、構えた。東海道五十三時、日本橋歌川広重作。宝永六年天明元年二月一日。 時和津六世家元。時和津武士の創始者。本名、駿河屋文右衛門。京都の仏具将。京法初期頃に、宮古国大夫の門弟となり、後に養子となる。はじめ宮古右前を名乗っていたが、1733年に、宮古文字大夫と改名し、京都から名古屋を経て、江戸に下り、1735年に公表を博した。 文語城の出世作、六月連里玉椿で、脇語りを務める。1736年3月市村座、左右、中山浅間岩で立語りとなったが、町奉行より風紀を乱すとの理由で、文語武士は、大弾圧を受け全面禁止となる。その装いは、文禁風と言われ、弾圧の対象となったのは、年齢を考えると、文語城ではなく、 文字体夫であったという説が有力である。1736年に文語物資が禁止。1740年に養父文語城が亡くなると、1746年には七回帰に、際して戦争時境内に、宮古の文語城の慰霊碑を混流文語物資が文派活動を始めたが、やがて文語説の再考が許され、1747年に、 宮古路線を改め、関東文字太夫と名乗った。しかし、関東の名は穏やかならず時田町奉行から禁止されると、同年11月に中村座において、二代目市川段十郎、初代沢村総十郎、初代瀬川菊之丞が揃った、三千両の顔見せで、時和文字太夫の看板を掲げて大当たりを得る。その後百四十八年には、 文語説時代からの弟弟子である、初代時和小文字太夫が独立し、不本説を創立。文字太夫は、以降30年もの愛大戸三座で活躍し、1773年、市村座、西木寺黄色、吉中を最後に引退した。法暦三年春、市村座での、金入りもせ面影の出語りで大好評を博す。豪子市十三地との合作で、 芥川紅葉作等を作曲。文字太夫の節付けの面白さ、巧妙な作詞、役者による優れた所作と三拍子が揃ったので、文語節を継承した新しい浄瑠璃としての時わずが、江戸歌舞伎に定着する短所となった。陰居名小根帝小十歳、掛け軸肖像画は、初代流文調作、初代文字大友記筆の老松師匠。代表曲。 大松、雲の糸、小宝二代目時和津文字太夫の布製の形図。国立音楽大学像。現在、時和津は古城瑠璃のゲーム役を遡り、初代時和津文字太夫を六代目家元として、数えているが、すでに二代目文字太夫の時代には、七代目家元、二代目時和津文字太夫という数え方をしていた。二代目文字太夫が語った。 四天王大鉱山入りの題材となった山卯と金太郎の伝説が浮世絵師の北川歌郎によって描かれたもの。山卯と金太郎坂月。教十16年完成11年7月8日。時和津七聖火元。初代時和津文字太夫の門弟。本名、越後屋タスク六。陰居名は文中。 弟は1799年に別派を起こして、時和津を離れた二代目健太夫。志差し妻太夫、増主太夫が佐々木派の三味線引きたちと共に時和津を去った後、1769年小太夫から、健太夫と改め、初代文字太夫の脇語りに抜擢される。1773年初代文字太夫が引退すると、翌年養子となり、四月森田座。 民桜旅思い出で出立語り、同11年より、顔見せ番付の筆頭として、活発に歌舞伎工業に出勤する。1787年初代文字太夫の七回忌に、初代の遺族から一代限りの条件で相続し二代目、文字太夫を襲名。関小き関扉、紅葉三糸西黄色木東大局を不し付け、初演した。掛け軸肖像画は つつみあ作、二代目文字大有直筆の、大松師匠。代表曲、うと関の扉、四天皇大鉱山入り、令賀、吉田屋関西四年分政二年十二月一日。時和津八世家元。二代目時和津文字大有の実施。陽名、林之助。全名二代目時和津小文字大有。百九十九年にわずか八歳で二代目。 時和津小文字太夫を襲名。1807年には、江戸三座の一つ市村座、花、あたけ仙坂月で立語りを務め、1808年に、元服。同年、七代目、市川段十郎の弟分となる。病気等による休援が多かったが、継続的に、江戸三座に出勤し時和津を盛り立てた。1819年には、文字太夫を襲名するが、 病気のため20代で創生する。掛け軸肖像画は初代、歌川報告作、三代目文字大有事記筆の、追松師匠。代表曲、玄太、過激を、真珠欲の噂、三つ、人形八代目、市川段十郎が旅先で救世した直後、大阪の弟子が、江戸の時和津文語大城に宛てたという知らせの手紙。時和津家元は、 市川宗家と深いつながりがあるため、文語大嬢の驚きは相当のものであったという。市川宗家の断十郎茶と、時和津の柿色の肩絹の関連性が説明されたもの。五代目、市川門之助柿。従来、時和津の肩絹は柿色、タコ足は朱色と表現されていたが、厳密には、日本の伝統色である、照り柿色の片絹。 マッシュ色のタコアシ県外である。中村座、関子勇気関扉の西木へ。六代目時和図小文字太夫の出語りを、向かって、左の初代時和図文語大将が見守っている。四代目文字太夫の語った、押し寄る恋曲者の題材となった、平野正門の娘である滝屋斜姫の伝説が、浮世絵師の歌川国吉によって描かれたもの。相馬の小代理。 文化元年文久二年うる八月八日。時和旧聖歌元。初代文字太夫の彦。前名三代目時和小文字太夫。後の初代時和文語大乗、父は歌舞伎役者の初代市川おめぞ。母、三つの祖父である狂言作者中村伝七の名跡も八代目として継承している。幼少期は、 一川男熊の名で役者として出演。しかし1819年三代目文字太夫が、急成したため、当、初代、市川おめぞうの母が、初代文字太夫の次女であった縁子から、時はず家元と後継者として迎えられ三代目、小文字太夫を襲名。1820年には、江戸三座番付筆頭となり、河原崎座、追松、 三沢城番東大で立語りとなり、三代目、小野菊五郎が襲名の向上を述べた。1823年の元服式では七代目、市川段十郎が、えぼし親になり、1830年には、元祖宮古文語城100年、書生文字太夫50年と名打ち、小文字太夫なびろめ会を開催。1837年1月、中村座。 女戦初朝日鶴、つる、同三月、市村座、花雲金入月で四代目文字太夫を、襲名披露、七代目、市川段十郎、初代、岩井史邪倉が襲名の向上を述べた。また、1825年には、実刑、三代目、市川門之助の旧姓により四代目、市川門之助の名義も継いでいる。1850年12月18日に、 佐賀御所から、文語大嬢、藤原明子を受領。現存する、時和図の数々の名曲を四代目岩、沢古式部と共に初演した功績者で、時和図節中校の祖と言われる。中でも1857年に初演された、前段時和手語りの三世相金州文章は大当たりを取ったが、作曲を手掛けた、岸沢古式部と確執が生じ、 1861年には、時和水家元と、三味線方の岸沢家が分離、以後明治期に入るまで不和となる。初代文字太夫よりの上演を記録した、常磐史を編纂した。掛け軸肖像画は、歌川国貞作、初代市川新社書。代表曲、各米、お三輪、まさかど、うつぼざる、軽人形、ゆ月、新山う勢い寿司。 三世総金州文書を文政五年明治二年二月二十九日。時わず十聖家元。九聖家元、四代目文字太夫の養子。1836年十五歳の時に、家元の養子となり、林之助を名乗る。1837年一月中村座、女千八はさひつるで、養父、三代目小文字太夫が四代目文字太夫と名を、改めた後、 同年中から11月4代目小文字太夫を襲名する。囲碁文字太夫の脇語りとして、しばしば出勤、1840年9月市村座、吉谷山行振りごと出立語りとなり同年、市村坂お店番付で筆頭となる。1858年に5代目文字太夫を襲名したが、ほどなく、養父初代文語大将との確執が生じ家元へおりえん。 されてしまう。1861年に6代目健太夫と改名した。青年期には8代目市川段十郎と美貌を競い合ったという。掛け軸肖像画は花鳥、勝松作、9代目市川段十郎がき。代表曲、高砂の松、福島屋、10万億度加盟4年昭和5年2月15日。時わず14世紀元。 助六文中妻である常岡常の養子、本名常岡牛五郎。前名八代目時和津小文字大雄、後の二代目文語大城。時和。那和大雄を名乗っていたが、花井雄和を訴えた。十二代目森田勘也。六代目。元沢式佐の推薦によって助六分中妻常の養子となり、千八百八年に八代目小文字大雄を襲名。 1889年には、第一期歌舞伎座において、専属で起用されることが決まる。九代目、市川團十郎により制定された新歌舞伎18番や、カツ者松はめモなど、数多く初演し、時和津節を、近代歌舞伎と社会に定着させた功労者。音声は、少々低けれどもあっぱれ時和津純粋の節語り、 言う、文語の不思回し読も言われぬ妙味、コートであるが技巧に優れていたなど評価が高く、色気の要する段物などを得意とし、コートではあったが一説では、名人林中よりも巧みであったとされる。黒田清高内閣総理大臣の招聘に応じて、お屋敷にて奏で本中心蔵七段亀を一段、語ったところ大変喜ばれたという。東京音楽学校の食卓となり、 初代文字太夫からの出演記録、常盤手の最高、時和潰氏の五千孵化に協力した。1926年に及び9代目小文字太夫に7代目、文字太夫を譲り、自身は2代目文語大将となる。歓歴を過ぎた頃には、歌舞伎出勤は門弟に任せ各種の演奏会に、出演し続け、素上瑠璃としての時和潰氏の魅力を一般社会に、 広く浸透させた。1927年第一次、時和津教会創立時には六代目岩、沢越寄部と共に相談役となり、時和津家元と、シャミ千方岩沢家の和睦に尽力した。掛け軸肖像画は七代目時和津小文字太夫の、掛け軸と共に、かぶらき清方作。代表曲、戻り橋、女なるかみ、三保の松、大森彦七。 畜部踏、千歳の影、南高明治三十年二月二日昭和二十六年五月四日。時和十五世家元。六代目文字太夫の老い子。本名、常岡幸之介。全名九代目時和津小文字太夫。六代目文字太夫に実子がいなかったため妻清きの、弟の子である、荒金幸きが、家元家に、養子入りする。兄は六代目。 時和聖太夫。1915年1月、三代目、昭文太夫襲名を経て、帝国劇場9月興行 3K、徴用園にて六代目文字太夫の湧き語りとして、出演、九代目小文字太夫を襲名披露。その年、襲名記念曲として、常盤の末が発表される。1926年に養父二代目、文語大乗引退を兼ね。 5月27日、28日の、両日歌舞伎座にて七代目文字太夫の、襲名披露演奏会を開催する。襲名新曲として、ことぶき松の名所が演奏される。1927年に第一次、時和協会を設立し、初代理事長に就任、永年にわたる、時和宗家と、シャミセンカタガン沢家の分立を集結に導いた。 1928年東京音楽学校の五体展記念にて、終言式三番奏を総学堂で午前演奏する。その後、1941年関西に発展を目指し、関西時和協会を設立、初代会長も兼任する。1934年には、歌舞伎座において二代目文語大嬢の追前演奏会を開催。 工場を市川美ま六代目、小野駅久五郎、七代目、坂東三五郎、四代目、市川おめぞうが述べて、二代目、花柳寿助介が、追い松で出演した。追前新曲、松色、長番式島が発表された。1940年に、定本時和全集を刊行。1946年、第二次、時和協会を設立。 初代会長に就任する。肖像画は、伊藤新水作。代表曲、常磐の松、狂わのあだ夢、儀赤雪死別、松井路、常磐敷島、琴吹松の名所歴代の時わず文字太夫は、遠京年間から昭和年間に至るまで、日本橋干物町に今日構えていたので、大向こうは、干物町と掛か,かる。この一帯は、 日本橋や吉町といった花町も栄え、とても賑わっていた。富岳十六系、日本橋かつしか北斎作。大正七年八月十七日平成三年三月十九日。時和十六世家元。七代目文字太夫の長男。本名、常岡明。全名十代目時和津小文字太夫。 1930年から6代目、小野駅久五郎により設立された日本俳優学校で学ぶ。1948年には、宮古路文語城で10代目小文字太夫を襲名。その披露演奏会が帝国劇場で開催された。1951年7代目文字太夫の、旧姓により家元を相続。1953年7代目文字太夫の三回きつい前後。 金、6月1、2日両日、歌舞伎座において8代目時和津文字太夫の襲名披露演奏会が開催された。襲名挨拶には5代目、市川美雅、3代目、市川佐段寺、7代目、坂東三五郎、2代目、花柳寿介が工場を述べた。また、襲名新曲、人の情けには、3代目、市川佐段寺、7代目、小野枝晩子、 二代目、小野江六が出演した。1957年には、関西時和協会の時和津塚根流に際し、顧問として名を連ねる。1958年には、芸術祭奨励賞を受賞し、1959年は、初代文字大優生誕の250年にあたることから、宮古の文語城の慰霊碑が祀られている、戦争時において、 流祖250年会期の法要を営み、産経ホールにて、記念演奏会を開催した。1969年に、第2次、時和協会会長に就任。1970年に、主催する、時和津商委員会、第27回演奏会が文化庁による、芸術祭優秀賞を受賞。1981年に、流儀の重鎮と共に重要無形文化財。 時和津武士の保持者として認定され、時和津武士保存会を発足し、初代会長に就任する。法学と舞踊では、江戸浄瑠璃の中枢とも言える時和津を、堂々と継承してこられた家系のご当主として、これほどふさわしいお人柄は、またとあるまいなど評せられ、温厚な人柄で、よく流派を取りまとめ、井出光佐蔵や本田総一郎を、 藤沢武雄など多くの時和津愛好者と交流し、女流門弟など後継者の育成に尽力した。本物が本物として正当に評価された、古き夏季時代を、極めて正当的に体現していられる、景雨の人ではないかなど、重厚で品のある古風な語り口で、主に世話物を得意とし、麒麟ズと称されたほどの時和津文蔵に、関西の時和協会を任せ、三男。 時和津文衛門、四男時和奈和大友と共に四兄弟で時和津を流星に導いた。1984年には社団法人日本芸能実演家団体協議会から第10回芸能功労者として表彰される。1989年に国四頭髄法省を除訓。1990年には財団法人松尾芸能振興財団より、 会長を務める、時和節保存会が、第11回松尾芸能賞、伝統芸能特別賞を受けた。代表曲、宮古文豪城、芭蕉、柿畑に宿りキス人の情け詳細は、時和文字大優を参照。ありがとうございます。